イーリスはギリシア神話に登場する虹の女神である。英語読みではアイリスとなる。日本語では長母音を省略してイリスとも表記される。イーリスはギリシア語で虹を意味する。英語では交際もアイリスという。また、イーリスの聖花はあやめだが、この名もイーリスに由来する。タウマースとオーケアノスの娘エレクトラーの娘でハルピュイアの姉。 ゼピロスの妻であり子供には、ポートスがいる。美術において、背中に翼を持った姿で描かれる場合が多い。天地を結ぶ虹として、失足で知られ、遠くの土地や海底でも芝叩く間に移動することができる。そのため、ヘルメースがゼウスの腹心の部下であるように、イーリスは、ヘーラーの忠実な部下として、ヘーラーの伝令師を務める。ただし、イーリアスにおいては、 その区別は厳密ではなく、しばしば、ゼウスのために、伝令主として行動している。ヘイシオドスの、浸闘記によれば、神々が互いに争ったり、嘘をついて、欺こうとする者がいたとき、ゼウスは、イーリスを冥府に派遣し、制約の証人として、スチュクスの水を汲んでこさせる。ホメーロス風三加、アポローン三加によると、 女神霊凍が、デイロス島で、アポローンを出産する際、アポローンの祭壇と神域が、デイロス島で末永く栄え、アポローンは、他の誰よりもまず、デイロス島に栄誉を与えることをスチュクスに誓った。しかし霊凍はその日から9日間三食に苦しんだ。ため、霊イ島の元に集まった女神たちは、イーリスを天に使わして、出産の女神、レ霊テュうヤを連れてきさせようとした。 英霊というやは彼女を霊島のもとに行かせまいとする母、ヘイラーのもとで何も知らずにいたが、イーリスは女神たちに言い含められたように、彼女をヘイラーのいないところに呼び出して説得し、デイロス島に連れて行った。すると霊島はすぐさま、アポローンを出産したという。オイデウスの変身物語によると、ヘイラーはイーリスに命じて冥府にあるヒュープノスの館に行って、ヒュープノスの息子、 モルペウスを使わして、ケイユクスの死んだことをア歩きネーの夢枕に立って、伝えた。ありがとうございます。